豊橋とは、愛知県豊橋市にある一級河川豊川に架かる橋である。愛知県道496号白鳥豊橋線の橋で豊橋市の船町と下地町を結んでいる。現在の橋は1986年4月に架け替えられたものである。なお、共鳴は正式に派豊橋であるが、一般には豊橋と呼称されている。 また、豊橋という地名はこの橋にちなむ。三連アーチ式鉄橋時代1224年には、この地に今橋が架けられていたと伝えられている。1570年、徳川市の武将、坂井忠司が、吉田川の関谷口から、下地の間に土橋の吉田大橋を架けた。その後、吉田城城主となった池田照正が土橋を廃して、下流の船町に、 目標の吉田大橋をかけた。江戸時代には幕府が管理する長さ120軒の東海道屈指の大橋であった。明治時代に掛け替えられた際に名称を豊橋に変更した。昭和に入ると国道1号は上流に新たに加強された吉田大橋を通り、豊橋を通るかつての東海道は愛知県道496号白鳥豊橋線となった。 豊橋の上流にかかる吉田大橋は1959年に新設されたものである。以来、豊橋と吉田大橋は別の橋となったが、元来この二つの名称は同じ橋を指すものであった。そのため、単に大橋というととき、豊橋を指す場合と、吉田大橋を指す場合とがある。例えば、豊橋市内の大橋通りは、豊橋を渡る道であり、 吉田大橋には通じていない。JR、名鉄豊橋駅より大橋通りを、豊橋商工会議所方面へ北進。豊橋百貨辞典編集委員会編集、豊橋百貨辞典12月の今橋の項目による。三州吉田家には、元気元年、関屋の渡し口初めて、飛ばしを貸す、1591年に、船町へ移すとある。 豊橋市を愛知県豊橋市参事会1909年12月ありがとうございます。